もうイエローピース以外の情報がねえ。ドゥンデン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 ドゥン。いや、どっちにしろ、その、エントランスでいい感じで集めないと、無理なのだ。お話を聞くか。でも、お花から、あれも取ったし。あ、これ風船だ。でも風船はな、こういう時にこう話しかけたりないか。こうピッピ気になるけどな。お願いします。あー、なんもないか。わからないわ。飛んできた。あ、ここだ。よっしゃ。え、これでなんか行ける場所増えた。邪魔だな。これでどっか行けるか。これ行けないよな。行けるようになったんだっけ。あ、行けた。6か。こんな形か。よし、新しいエリアに行くぜ。アクア、テレーテテレーテテ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 テ。あ、取れるんかい。テテレンテ。覚えとったな。もうシンクロ率 8000% ぐらいで覚えてた今。風船取ったよ。だから泣かないでね。はい、すぐ泣けやん。あと4があればいけますわ。ないな。アクア行くか。てんてて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 。懐かしいな、海賊。入れるんだっけな。お、入れた。あ、いや、最悪やん。君君、無茶いかんな。よくない理由で知らない世界に入ってしまった。危なすぎるだろ俺。このアトラクション。この先はタワーエリアだ。あ、これお金稼げる場所じゃない。どうやって遊んだこれ。はい、なるほどね。 JP ってジャックポットか。もう20だろほら。うわ、しかも100だ。むずそう。あー、意外とだな。違う、ちょうどゼロで。うわ、惜しい。いや、これで一応取り戻したと思えば。20がマックスか。20マックスなんだ。さっきと同じぐらいだったじゃん。俺下手すぎない？ゼロ狙うのうまっ。それ。マジ？一発逆で狙うしかないのに。もう、マジかよこれ。
ね。もうマジこれ。ああ、手が出そう。よし。ダメだよ、成功したわ。よっしゃ。意外となんだな。よし、取り返してきた。狙うか、あれ。うますぎる。うますぎたわ、さすがに。何が起きたんだ今。すべてを超吉にするファインプレイしか出してない。ありがとうございました。ここレストランじゃないの。なん、ミニゲームコーナーこれ。あ、ミニゲームコーナーだ。丸太。これか。はい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 、了解だ。いけるかこれ。ダメだった。おい、このペースでいけんのか。お、やった。ギリギリまで、ギリギリまで耐えて。一旦こっちだ。一旦なかったことにして。結構早いな。よし、いいぞ。やばいやばい、危ない。いいじゃん、結構いいことやるよこれ。うまいの。ではなんか金色来なくなったな。まずい。まずい。なんだ、なんだ、なんだ、やばくなる？おい、流れが早いけど。何の警報だよ。ダム放流警報これ。ほい、危ない。ほい、ほい。まずいか、これ。ほい、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 オッケー。850はやばいって、これ。設定間違いじゃないか、これ。あ。欲しい。キャベツ。もう欲に溺れたわ。お欲に及ばれましたわ。はい、もう帰ります。2回無駄にね、死んじゃったのがもうダメだ。ポップポン、ポッペポン、ポラポッポンポッペポンペンポンペンポンペンポン。え、うわ、危ない。はい、よし、これいけるか。いける、信じてた。いけるって俺信じてた。まぶたちだからな、ボンバーマンランドと俺。あぶね。あ、でも、あ、もうダメだ。これ諦めよう。来世に頑張る。来世に期待。お、よ、いいよ。いいよ。アグレッシブよ。はい。どうするべきだ、これ。でも一旦普通に下手だった今。また同じぐらいの点数で終わるよ俺。丸太、誰がこんだけ落としよんか。ダメだろこんなことやっちゃ。一旦ね、リセットかけて。まずい。あ、まだ一機ある。なんで？エクセンド入った？やばい。間に合って、危ねえ。
あとちょっと、あとちょっとだから、ゆっくり行こう、ゆっくり。これを欲しい、あれを欲しいぞ。おっしゃもう後悔はない。ありがとうございました。初めてのピース、ブルーピースは19番でした。イェイ。でででででで、で、あ、あー、あ、あー。よし。はい、青だるま落とし。青色か、次は。青がむずいんでしょ、でも。ハイスコア200だ。低くね。あ、黄色のは難易度高かったんだ。なんだそれ。微妙そうだな。一旦リセット。やっぱそうだよね。そんな気がしたんだ、俺。やってんで。よし。おかしくなっちゃった俺。もう一回やろう。50-10取りたいな。うます、あ。はっ。いやー、よし。50普通に狙おうか。2枚抜けするとそもそも160点なんかな。よし。クリアしてないのにクリアしたってのがおもろいな、これ。2枚抜きの凄さよね、これが。多いね。あ、レストランあるやん、普通に。ここは一体？算数教室に。やめてよ、苦手なんだから。掛け算くるんじゃない？あ、足す引くだけだ。うわー、ちょっと待って、2個あるんじゃないか、これ。これは時間かかりますね。10問クリアか。は？ああ。むずいことさせるよな、マジで。は？こうか。考えちゃおうや、それ。それ考えちゃうわ。あと1問は？違う、もう訳わかんなくなるわ。とっさにできるかって話よ、こういうことをさやってさ。できれば苦労せんっていう話になったわ。これが一番簡単だ、この時間が。できれば苦労せんよな。え、なんか間違えてました今。いや、もういいや、これで。普通にもう分からんくなってきた。頭こんがらがってきた。あ、ずっと赤本と白本が日直やん。いや、でも頑張った頑張った。でもうっす、もううまい人はサクサクってやるんだろうな、ほんとポテチみたいにサクサクってさ、ポテロングみたいにサクサクってやっちゃうんでしょうな。お邪魔します。なるほどね。多分これあるわ。なんかある。てか、なんかあったわ。
食品を持ってくることが必要だったはず。で、これは受け止めてください。わかりました。ボール遊びします。狭くない？オッケー、簡単やん、こんな。ほら、意外と うわ、あれ嘘、ダメ。でも13ですよ。やったー、10個いるのかな。ありがとうね。足傘がいるの、とっても可愛いの。よく見ると可愛いお顔だね。あ、ブルーピースだよな。あ、そういえば、ちょっと待って、先に携帯もらおう。携帯もらって、プリティボンバーに会いに行けばいいのかな。了解だ。20本で充電できます。高いな。釣りをしに来たんだい。釣り竿？釣り竿はもらえるのか。なんかもらえたような気もする。よし、行こう。なんかあるじゃない。やった、2回充電できる。はい、見えろっつっても簡単でしょ。どうせ簡単なんだよ。じゃん、てってれってれれってれれれって。え落ちるんじゃないかこれ、穴開いて。そんな気がするけど。だるい。だるいじゃないの、あんたこれ。もう、やっぱ迷惑客だ、これ。こっち行ってみるか？何回もやってみろ、これ。ってことでしょうよ、これ。おい、大変なのだが、なんかあの間、海賊の船長、なんかボンバーマンのキャラクター感ないよな。ボンバーマン感がないわ。あったのここ。あー、はじけそう。黒ひげ船長の肖像画だ。三つ子物に宝を渡さん、また来るがいいと書いてある。わかるもんな。なんかヒントないの。ないのか。ノーヒントでいけってこと、これ。これはあるだろ、バリバリにあるやん。あ、じゃあもうこっちはいけないんだ。あれ、あっこはわかるのはでかいな。あ、やってるーって。やー、結構うまくいったと思ったのにな。どっかでまあ落ちるとは思ってた。正直そんな甘くねえだろうなと思ってたけど。何回もやるの結構しんどいな。危ね、絶対やばかった。あれ、これはこういってこういってこういってこう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 、しゃあ、100もかい。
別にあんま狙わんでもいいやつだな、これ。ピースがあるはずなんだよな、多分。毎回ここに落とされるの嫌だな。うるるる、近すぎるだろ。なんでここに落ちたのに、ここで、こっから始まるんだ。滑り台でもあるんかな、ここに持ってこられるっていう。まあ、それ言ったらここで落ちるやつ何なんだって話だよ。ここで落ちたのに、ここに、またいつもの場所に落とされるのは不思議な感覚ではある。一旦愚直に全部直線って行って、落ちたらそこだけ避ける。これを繰り返していけば、まあ、いけるよね。おらー、早すぎだろ。ダメになるの早すぎない？ここ何往復目よ。何往復目なの？何往復目なの？ドゥンドゥン。マジ？今すげえ考えながらやってたんだけど、ここまで来たならばみたいな感じで愚直にまっすぐ行くとか言いながらすぐにねやめた、このプライドのなさ、一個初始貫徹するそのやる気のなさ見せちゃった。だからこうありそうだったもん。おい、素直にまっすぐか、あれ。パッポパッポ、下だけか、これ下ってのが分かったからいいわ。ですで、一番近いところじゃなさそうだよな。あ、やばそう。あ、今ドキッとした。今心臓が3秒止まった。でもこっちや。で、こう、はい、来た。さよなら。はぁ、てててこっちは行ったっけ。よし、ここはなんだ。テクテク、あ、テクテクじゃん。2はジャングルってことだね。これはもう、わかるよね。もうやってるから。一番難しいやつやってんだから、俺。うん。達成間違えるわけいかないっすよ。よし。まあまあ、さすがにこれね、絶対49秒で着く。一直線だし。これも簡単よな。ふぅ、マジテクテク3むずかったな。てか順番的に向こうから行くことになりそうだけどな。大丈夫だ。おい、これいったっしょ。てれ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 てん。
まあまあまあ。一周して。このなんか鉄筋の音？鉄筋の音なんかな？わからんけど。マジ、光彦の声に聞こえてきた。これ俺にしか分からん感覚なんかな、もしかして。いや、光彦っぽかったんだよ。なんかどこまでいけるかチャレンジになってきてる。あー、ここショートカットか。まあ、ここむずいな。ちょ、ここショートカットルート狙おう。ここは簡単ないけどね。ここはむずい。よーし。うわ、むずそう、これ。これどうやったらいいんだ？まあ、どっからでもいいか。左下から行くか。でもよーし。いや、マジで動きが遅いってだけでこんなに簡単になるんだっていう感じするわ。うえ、これ最短狙うか。トン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 。うわ、やばそう。うえ、いや、俺これ多分このルートで行ってない。大回りで行ってる。大体こういうやつは。何これ、やばいなこれ。これを繰り返せってことでしょ。うえー、度胸、度胸ありんす。あれ？早いのか、若干。八面で一周するんだ、これ。俺さっきと同じだけど、なんか違う、これ。同じだよね。もう全部見たのか、俺、ステージ。じゃあ、いい、いいか。全部見たならいいわ。俺全部見たかったんだよな、このテクテクっていうステージを。よし。テクテク2とか3に関しては多分ね、ハイスク、すべてのステージ見れてない。見たことないから。ちゃんとやって、あ、ここまでしか行けたことがないと思うから。いや、テクテクだけでも見れたの嬉しいな。やっぱ、あれだな。多少は上手くなってるな。動体視力とかなったら、絶対に俺これ、やってた、買った当時の方が上手いと思うけど、キャノンボールとか。こういうのは、まだね、いろんなゲーム触ってるだけあるわ。多少上手い、俺の方が。今の俺の方が上手い。タコタコパニック。ああ、なるほど。ほうほうほう。いっぱい倒せってことね。これは1分間逃げられないやつか。早い動きが。
よし。どうよ、これ。あんまりハイスコア更新してない。900ぐらいだったと思うんだけど。よーし。いや、これ焦るな。思ったよりね、移動が早い。ゆっくり移動するんかな。さっさっさって移動するから。スピードマックスまで取ったビッグバイパーみたいな速さある。隠れんぼ？俺がやろうか。いいよ。待てー。あ。だけワープゾーン。これで、いつでもワープできるようになったと。で、一人はここなんだよな。もう一人どこだっけな。この辺に行ったような気がする。あ、こいつか？違うな。あれ？めっちゃ遠くへ逃げた？もしかして。だこういう木に隠れてたような気がすんだけどな。あ、いたいたいた。お前だけさ、逃げ、隠れる場所多すぎるんやって。逃げた場所が、勝敗を、握ってるやん、これ。はい。ウィス。ピースってそれ何個もらえるもんなん？そもそも。どう？全然だ。教会みたいな建物ね。おじいさんでも安心ワープゾーンだけど。14と18。結構あれだな。これ取る？気になるな。気になるけどやな。なんもできんわ。別にわざわざ、携帯で見る必要ないしな。インフォメーションまで行って見ればいいもん。こっち行くと？あ、イラスト。あ、いいよ。よし、ちゃんと待とうね。月風を彷彿とさせるやつ。一歩も動いちゃいけん。だから何も押しちゃいけん。